皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。今日はですね、グリップテープの巻き方いつも説明してるんですけど、やっぱどうしてもできないよっていう方もいらっしゃると思います。で、まあ改めてね、グリップテープの巻き方をレクチャーしていきたいと思うんですけどもね、まあ実際こう小学生でも簡単にこうできるやつなので、もう一度おさらいしていきましょう。ではいつもね、桑田さんが教えてるグリップテープの巻き方のメソッドを使って、実際小学生にもね巻き替えてもらおうと思います。まずオーバーグリップをつけてる方はオーバーグリップを1枚剥がしてからね巻き替えてくださいね。元についてるベースグリップ、まあこれはよっぽど消耗しない限りは交換しなくていいですからね。たまにね、このベースごと剥がしちゃう方がいらっしゃるので、そこは剥がさないように気をつけましょう。じゃあまずね、こちらグリップテープがあります。基本的にはこの切れ込みの入ってる方、こちらですね、切れ込みの入ってる方を上にしてグリップを逆手に持って巻いていきます。で、その時にどこのメーカーのグリップテープでも表面に薄いビニールがついています。薄いビニールは必ず剥がしてください。はい、では巻いていきましょう。グリップを持つ時はまずラケットを左手で持ちます。そして右手でグリップテープを持って両面テープを外したら、そこからやっていきましょう。最初このコブですね、ラケットのコブの部分を乗り越えるまではやや強めに引っ張ります。で、コブを乗り越えました。コブを乗り越えたら、ここからはあまり強く引っ張らない、軽くこうシワが寄らない程度に、あとはラケット自体をくるくる回転させて巻いていきます。右手は固定、左手でラケットだけでくるくる巻き取っていくような感じ。はい、最後までいきましたか。最後までいったら余分なグリップテープを切ります。で、その時にグリップテープが、巻き折りがここら辺であれば、ここから垂直にお挟み入れていきます。ここで終わりだから、そうですね、そこからこう切っていきます。じゃあ最後ですね、巻き折りの部分をビニールテープで留めます。これは付属しているものがあると思うので、そちらを使いましょう。で、このビニールテープを巻く時にはちょっとね、ギューって引っ張ると伸びますから、しっかり密着します。少し引っ張るとね、いいですね。はい、できました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ小学生が巻いてもね、結構簡単に綺麗に巻き替えれたんじゃないかなと思います。どうしてもね、苦手だよっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、この動画を見てね、練習してみてください。それではこの動画を見て面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。